河野防衛大臣はアメリカのグアムでエスパー国防長官と会談し、尖閣諸島周辺などでの活動を強める中国を念頭に、現状を変更しようとする試みに反対していくことで一致しました。東シナ海、南シナ海におけるいかなる一方的な現状変更にも国際社会でしっかりと対応し、 日米、この東シナ海での現状変更の試みにはしっかりと反対をしていくということを確認をいたしました河野大臣は中国が南シナ海に弾道ミサイルを発射したことについて懸念を持って注視すると伝えました。 また、尖閣諸島については日米安保条約が適用されることを改めて確認し中国を牽制しました。